女子高生がお手柄です。家族から捜索願いが出ていた高齢女性を保護したとして浜松市の女子高生に警察から感謝状が送られました。勇気ある、ね、行動により、ね、無事家族の方に引き渡すことができました。浜松西警察署長、今月23日、感謝状を受け取ったのは、浜松市立高校の3年生、宮部春奈さん18歳です。宮部さんは先月16日朝、学校に向かう途中、浜松市西区で様子がおかしい80歳の女性を発見しました。この辺りでうずくまって倒れてました。着ている服もそんな目立つ色でもなかったので、一瞬通り過ぎるとあんまり気づかないかなって思います。声かけたら反応なかったのですぐ救急車呼びました。80歳の女性には認知症の疑いがあり、前日の夜に家族から捜索願いが出されていて警察が探していました。女性は顔色が悪く凍えていて、しっかりと話すこともできない状態だったため、宮部さんは救急車が到着するまで自分の上着とマフラーをかけ、懸命に声をかけ続けたといいます。その後、女性は無事病院へと搬送されました。おばあさんが無事だったことに安心してます。今回の経験を通してすごい自信につながったので、周りの目が気になって動けないってこともあると思うんですけど、そういう時こそ動けるような人になれたらいいなって思います。